皆さんこんにちは。今回はダイヤモンドプリンセスで行くねぶた祭りに沸く青森と韓国9日間の2回目で、メダリオンクラスアプリの便利な使い方や戦場のイベントやゲーム、寄港地の観光や毎日変わる食事の数々、驚いたこととしては乗船時間や集合時間に遅れた人の話、それにプサンでのちょっとしたハプニングなどいろいろありますので、ぜひ最後までご覧ください。7月27日に横浜を出発し、最初の寄港地は鹿児島ですが、翌28日は一日中航海日となります。朝5時に起きてテレビ画面で現在位置を確認すると、三重県伊勢市の南方でした。天気は曇りですが雨の心配はなさそうです。前の日に配られる船内パターで今日のイベントは分かりますが、モーニングショーを見るとおすすめのイベントなどが分かりやすいので毎朝チェックします。モーニングショーとは言っても実際は前日の夜に配信されています。すべてのイベントはアプリでも確認でき、予定の登録もできます。オーシャンナウでは食事や飲み物の注文、レストランの予約変更もできます。これは室内テレビからでもできますが、アプリであれば船内どこにいてもできるので便利です。ダイニングには日本語のメニューがありますが、アプリからもメニューやおすすめが見られます。ディナーのダイニングはインターナショナルやサボイ、ビバルディ、パシフィック、サンタフェなど5つのダイニングがあり、場所を覚えるのも大変ですが、簡単に検索ができるので迷いません。トイレの位置なども検索でき、ナビにもなります。メダリオンは部屋の鍵はもちろん、下船時には必ず必要で、スマホとメダリオンは手放せません。早朝のサンデッキは人はまばらでしたが、散歩している人も何人かいました。朝日はすでに昇っていましたが、海は穏やかで優雅に楽器を練習している人もいました。朝食はインターナショナルダイニングに行ってみました。テーブルは8人掛けで、皆さんご夫婦での参加のようです。よろしくお願いしますと挨拶し、どちらからおいでですかなどと会話が始まると、クルーズという共通の趣味の参加でもあるので会話が弾みます。2組の方は今回が初めてで、 JTB と読売旅行の新聞広告で申し込みをした人でした。 JTB の方は海側バルコニーということもあり、1人26万円ぐらいで、読売旅行の人はメダリオンの登録を依頼して手数料を1人4000円ぐらい支払ったそうです。もう一組の人はプリンセスクルーズ100泊以上で110日間のワールドクルーズにも乗船しているベテランで、ピースボートにも4回乗船して来年もすでに予約済みだそうです。朝食のメニューは日本語で、おすすめのメニューが野菜の煮物に味噌汁、焼き魚にオムライスですが、おかゆに変更したのがこちらです。パンやコーヒー、ヨーグルトにフルーツなどもありますが、どれも比較的少量で私たちにはちょうどいい量です。船内では絶えずイベントが行われています。こちらはシェフのフルーツで作る彫刻です。司会者がジョークを交えながら進めています。5階のグランドプラザでは絶えずゲームやコンサートが行われていて、客席も少ないのでめったに座ることはできませんが、長時間いても飽きずに過ごせそうです。この日は最初のフォーマルナイトで、船長主催の乗船歓迎祝賀会が6時15分から7時まで行われました。恒例のシャンパンタワーにはたくさんの人が着飾って参加します。乗船前は船内のコロナ対策はどうなっているかと思っていましたが、マスクの人はごくわずかで、感染など全く心配してない感じです。フォーマルナイトの服装は皆さんこんな感じでした。はい、それでは皆様英語で5から一緒にカウントダウンお願いいたします。シャンパンは欲しい人全員に行き渡ったとは思いますが、たくさんの人がいるので時間はかかります。歓迎祝賀会が終わればすぐにシアターでショーが始まります。プリンセスシアターでは毎日
7時15分と9時15分からの2回同じショーが行われます。食事の調整をすれば必ずどちらかは見ることができますが、人気のショーは立ち見の時もあり、開演時間ギリギリだと入れないこともあります。シアターは飲料水の持ち込みもでき、椅子にはテーブルもあります。事前に予約しておいた5時40分のダイニングは7時15分のショーの後の8時20分に変更しましたが、ショーが終わればすぐに移動しないと間に合わないくらいです。パシフィックムーンダイニングではプライベートテーブルの予約が取れました。ダイニングでの食事はプライベートテーブルは一度だけで、あとは相席にしましたが、いろいろな情報交換ができるので私的には好きです。その日の食事の内容はどこのレストランも同じですが、メニューは毎晩変わります。ダイニングのメニューはこんな感じで、好きなものを好きなだけ注文できます。ちなみにこちらは一人で食べたわけではなく二人分です。食事の後も10時15分からのピアノのショーも見ましたが、その後も深夜までイベントは続いていました。夏休みということもあり、プールも大にぎわいです。プールは一度だけ入りましたが、泳ぐというより浸かる感じですが、ジャグジーでは休めます。水深は 2.1 メートルあるので、お子さんは皆浮き輪を用意していました。プールサイドではソファーが並び、食事をしながらゆっくり過ごせます。こんな時の食事はトライデントグリルがおすすめですが、水着の時もメダリオンは必須です。近づくとスタッフのデバイスで顔認識され、その写真を選択して注文になりますが、私の場合プールサイドに置いてきてしまい、その場合はサインをしないとならないので少し面倒です。メニューは日本語と英語があります。プリンセスクラフトバーガーはおすすめですが、他のメニューは機会がなく食べられませんでした。プレーゴのピザも大きいのでそうそう食べられませんが、とても美味しいです。サンデッキにはフィットネスセンターもあります。早朝なのでこんな感じですが、日中は結構混みます。エアコンが効いているのでデッキの散歩よりいいと思います。ダイヤモンドプリンセスには泉の湯という展望浴場があります。1回90分で25ドル、回数券は5回分で75ドルと高額なので、私たちは鹿児島と青森で温泉に入りました。コインランドリーは各デッキにありますが、デッキ全の場合は狭くて数も少なく、1台は壊れていたので絶えず使用中でした。終わる時間を確認して再度行ってもすぐに取り出さない人もいて、なかなか使えません。しかしデッキ8は広くて台数も倍ありました。自分の近くのコインランドリーが小さい場合は他の階へ行ってみるのもいいかもしれません。使用料は洗濯乾燥とも1回3ドルですが、メダリオンでコインを出して使用します。洗剤も有料で買えますが、皆さん持参している人が多かったようです。私も100均の洗剤を持っていきました。使い方はメダリオンで触れ、日本語表示にすれば簡単ですが、結構教えてくださいと声をかけられ説明しましたが、わからないときは皆さん教え合っていますので、どんどん聞けばいいと思います。アイロンとアイロン台は無料でした。寄港地に下船する朝は早めに食事をしたいと思いますが、空いているダイニングはインターナショナルだけで7時にならないとオープンしません。それ以上早く食べたい場合はホライゾンコートになりますが、5時半から6時まではコンチネンタルブレックファストで簡単な料理のみとなります。6時からは通常のブレックファストになります。ホライゾンコートは毎日朝昼晩で多少メニューが変わります。今回はダイニングで食べることが多かったのですが、夜も10時までオープンしているので忙しいスケジュールを組んでも食べ損なうことはないと思います。洋食はもちろんですが、ラーメンやそばもあり、サラダやケーキ、フルーツもたくさんあります。オムレツも健在で、注文後に作るので多少時間はかかりますが、整理券を渡されテーブルに置いておけばスタッフが届けてくれます。今朝の朝食はこんな感じです。
3日目は最初の寄港地鹿児島です。今日も5時に起きたので鹿児島港接岸の様子を見ることができました。港に入ってから180度回転していました。桜島が間近に見えます。バスツアーのガイドさんでしょうか、旗を振って出迎えてくれていました。ホライゾンコートで案外ゆっくり食事をしてしまい、下船が7時40分になってしまいました。下船自体はスムーズで館内放送が聞こえなかったのでまだかと思っていましたが、案外7時には下船できていたかもしれません。鹿児島では下船が7時の場合と8時の場合のプランを立てていましたが、中途半端な時間になってしまいました。天文館周辺まで行くプリンセスのシャトルバスもありますが、1人往復30ドルとのことで、高額のせいか空きがあったようです。脇田駅から市電なら片道170円なので10倍以上になりますから、それも納得できます。プリンセスで申し込みできるバスツアーは各寄港地で5カ所ぐらいあります。金額は距離や時間によっても違いますが、70ドルから160ドぐらいになります。脇田駅までは2キロぐらいで、いつもの散歩から見れば何でもない距離ですが、朝から日差しが強くその分疲れます。他にも歩いている人は結構いました。タクシーは駅まで1200円ぐらいですが、数台しかなくすぐには乗れそうにありません。慣れている人はタイミングよく予約もできたのでしょうか。市電は1系統と2系統で上りと下りという感じです。一律170円なので現金の場合はただ乗車して降りるとき170円払いますが、スイカなどは使えません。金額はぴったり用意する必要があるので、小銭がないときは車内で両替できますが、混雑時は大変なのでできれば小銭を用意しておいた方が楽です。天文館通りから桜島フェリーターミナルまでも暑いので長く感じました。シャトルバスで来ても歩くかタクシーになると思います。フェリーは片道200円で、行きは乗船後の支払いで OK なので、飛び込みで9時20分に乗れ、7時の下船のプランまで近づくことができました。桜島までは15分ぐらいなので、デッキに出て海を眺めて過ごします。40年くらい前に桜島に泊まり、自転車で島を回った記憶がありますが、その時もフェリー運賃は安かった気がしましたが、未だに200円とは驚きです。マグマ温泉はフェリーターミナルのすぐそばでしたが、桜島ではここで入浴しただけで帰ってきました。昼食やおやつの候補もいろいろ挙げていましたが、乗船時間も気になるのでとても全ては回れません。まずは無邪気本店で白熊を食べましたが、2、30人の行列で30分待ちだったので、おすすめのテイクアウトを買いその場で食べましたが、ちょうどいい大きさで美味しかったです。値段は500円でした。昼食は2つの候補の店がありましたが、特に理由はなく、郷土料理さつまじで角煮ととんかつを食べ帰路に着きます。気温35度で日差しが強く、自然で脇田駅までは戻りましたが、ターミナルまで歩くかと思うと少し気が滅入ります。ところが同じ市電に乗っていた人がクルーズの人で、タクシーの相乗りに誘われラッキーでした。ただそのタクシーは予約されていて、最初は断られましたが、予約した人が来ないので乗せてもらいました。今回はたまたま誘われ相乗りできましたが、同じように考えている人は結構多いと思います。食事の時などに予定を聞いて相乗りなどの誘いをしておくのもいいかもしれませんね。その時同乗した人の話ですが、食事の時一緒だった人は、クルーズは夏場の人で今回で3回続けて乗っているとのことで、7月10日の北海道韓国11日間と7月20日の九州韓国8日間、そして今回7月27日から9日間と約1ヶ月近く連続で乗船ですが、観光地には降りないようです。船内は本当に涼しく、場所によっては寒いくらいなので最高の避暑地かもしれません。前回は家のリフォーム中に1ヶ月間クルーズする人のことを聞きましたが、驚くような利用方法があるものです。タクシーに乗れたおかげで2時半には着けましたが、乗船が案外混んでいたので、歩いていたら乗船時間ギリギリになってしまったかもしれません。
当時は地元の高校生が暑い中吹奏楽で送ってくれましたが、出航時間になっても船が出ず、こちらも疲れてしまい、いつ出航したかも分かりませんでした。翌日聞いた話ですが、全員乗船してこれより出航しますというアナウンスは私も聞きましたが、その後3名が乗船していないことが分かったようで、タラップを戻し乗船させたようですが、通常は置いていって次の寄港地で合流が普通のようです。今回は特例だったんでしょうか。仮眠で疲れも取れ、夕食はホライゾンコートでしました。9時15分のショーはテレビ番組のワールドカラオケチャンピオン大会に何度も出場しているというモニーク・デハーニさんの迫力ある歌声のショーでした。疲れも出てきたのか、客席に降りてきて目の前で歌われても起きない人がいて、皆さん起きましたかと声をかけられる場面もありましたが、昼寝しなかったのかな。今回は船内でのインターネットの申し込みはしませんでした。前回高額の割に接続が悪かったせいもありますが、今回は寄港地も多く、鹿児島の翌日は釜山で、下船すればネット接続は全く問題ないので不便はありません。スマホはドコモと楽天ですが、釜山でもどちらも問題なく接続でき、 LINE や検索、 Google マップなど使え便利でした。公開日も1日だけで、沖縄の時のように連日はないので、秋田、青森も含め4日間の接続で問題はありませんでした。釜山のターミナルは思っていた場所と少し違いました。思っていたのはこちらのターミナルで、大きい建物の中にレストランやカフェ、コンビニに銀行の両替所もあり、釜山駅までの連絡通路が直結しているはずでした。実際はこちらでしたが、特に問題はありません。釜山の入港は10時でほぼ予定通りでしたが、入国手続きが始まるのが1時間以上も遅れ、下船口は長蛇の列でした。手続きが開始されたらスムーズで、特に時間はかかりませんでした。旅行会社のベストワンクルーズには臨時の両替所があるか確認しましたが、その知識はなく、事前に国内で両替するように勧められました。しかし台湾の時も臨時の両替所はあり、釜山の場合もあるという情報は聞いていたので、両替しないで来ましたが、やはりありました。両替所は移動式の車で、会話する必要もなく、1万円出すと無言で両替してくれました。手数料はよく分かりませんが、大した額ではないと思います。チャガルチ市場まで地下鉄に乗るので現金が必要ですが、露店以外はクレジットカードが使えます。ただこの臨時の両替所は数時間でいなくなってしまったようです。下船の時混雑が嫌で時間を遅らせた人は、降りた時には両替所がなく、ターミナルまで行って銀行で両替したそうですが、銀行が昼休みで休憩をしていて、だいぶ待たされたようです。でもこの日は日曜日だったので営業していただけ良かった方でしょうか。現地で両替する場合は早めに下船しないと面倒になるかもしれないので注意してください。港にはたくさんのツアーバスが待機していました。国内の寄港地に比べ何倍もバスがあります。今回は4つのツアーが再行されたようです。私の下船は早い方でしたが、11時は回っていたのでバスの出発は少し遅れたかもしれません。行き先はチャガルチ市場や国際市場もあり、私たちが行こうとしている近場も入っています。下船場所が多少違っても連絡通路は途中から入れました。この連絡通路が完成したので駅までの無料のシャトルバスはなくなったようです。釜山駅までは歩いて15分程度で、景色を見ながら行くとすぐ着きます。この階段を上がると連絡通路に出ます。通路には屋根もあり、雨が降っても大丈夫です。連絡通路からは釜山駅も見えます。ここが釜山駅ですが、チャガルチ市場までは地下鉄で行きます。地下鉄は駅構内を通り抜け、階段を降りたところだったので少し迷いました。切符は自動販売機で簡単に買えます。日本語表示を選択すれば日本語のアナウンスも流れます。
韓国によく来る人なら T マネーカードを購入してチャージするのも便利でしょうが、チャガルチ市場までの往復だけなので今回は現金で購入して1人1400ウォンでした。駅は3駅先で車内は空いていました。最初は VIP 広場、その後国際市場、ガンボットロファッション通りによってチャガルチ市場に行き食事をとり、その後地下街を見ながらロッテ百貨店まで行く予定でした。それぞれが隣接しているのではっきりどこかわからない感じですが、黄色と赤のパラソルがあるのでこの辺が VIP 広場だと思います。まずは目に入った屋台で餃子6000ウォンとキウイジュース3000ウォンを買ってみました。日本の餃子のような形と丸いのがありますが、餃子の味がするのは丸い方でした。餃子はあちこちの店で売っています。ここではチヂミ4000ウォンを食べましたが、すごく量があります。メニューは日本語表記されていますが、海苔巻きが海苔巻きになっていました。リといい似てますからね。ガンボットロファッション通りは一転して衣類の店が並び、飲食店はなくなります。特に珍しいものはありませんが、せっかくなのでショールとピン留めを買いました。南浦東エリアにはパッピンス通りというかき氷の屋台が多いところがあるようで、ほぼその近くだとは思いますが、韓国の暑さも日本と同じで外で食べるのは諦め、お店の中に入り食べました。フルーツの乗ったかき氷で2人で食べて1万2000ウォンでした。線路を越えた反対側がチャガルチ市場で海に面したところです。気温は結構高い状態ですが、たくさんの魚介類が所狭しと並んでいます。チャガルチ市場ではすでに満腹の状態でしたが、その場で買った魚を調理してくれるというので、クロダイ3万ウォンを買って2階で調理してもらいました。唐辛子とニンニクがついていましたが、生のままで辛くて食べられません。調理代金はこれがついて1万ウォンでした。そこでほぼウォンがなくなってしまいましたが、支払いはクレジットカードでできました。帰りは店を見ながら地下通路でロッテ百貨店まで歩きました。店内は日本のデパートと変わらない感じです。ここはロッテマートとも隣接していて、お土産をここで買うと言っている人もいましたが、私たちは見るだけでコーヒーを買い休憩のみです。地下通路はこんな感じで店が並び、駅から駅までずっと続きます。途中このリュックを買いましたが、秋田や青森で早速使えそうです。結構歩いたのであと一駅で釜山駅でしたが、中央駅からまた地下鉄に乗ることにしました。ところが購入した切符で改札が開かず困りました。地元の人もやはり開かないので、バーの下をくぐると言われいいのかなと思いながら一緒にくぐりました。釜山の改札では出るときは開くか心配でしたが、今度は無事開き通れました。帰りは釜山駅の外に出ました。地下鉄の入り口は釜山駅の正面にもあったようです。帰りも連絡通路を通って帰りますが、ダイヤモンドプリンセスがよく見えます。夕食はインターナショナルダイニングで福岡と岐阜の人と同席しましたが、韓国のツアーバスでは帰りの集合に20本遅れてきた人がいて、添乗員が炎天下乗客を並べ何度も点呼を取っていたそうですが、人数が足りず泣きそうになっていたそうです。遅れてきた人は土産を抱えルンルンで謝ることもなく、添乗員さんが代わりに何度も謝っていたそうです。鹿児島の時といい驚きですが、まあ必ずいるよねと皆さん言っていました。食事の席ではそのような話から、ねぶた会場のパイプ席椅子を1週間前にネットで3500円で購入できたとか、レンタカーを予約してあって田んぼアートを見に行くが新幹線より安いとか、普段からカーシェアリングの会員で月800円かかるが利用しない月の分は繰り越せてこういう時に使うことができるとか、いろいろ教えてもらいます。今回も海外旅行保険には入りましたが、
旅行会社が勧める保険よりネットの方が半額なので安かったと思っていましたが、年間に何度も海外旅行をする人なら年会費有料のクレジットカードで結構な保証がつくので、年会費を払ってもその方が得だなんてことも参考になります。終日公開日は室内でゆっくりビデオ鑑賞もいいかもしれません。映画は吹き替え版もあります。私の場合はほとんど部屋にいないので、何回かに分けアバターとアリータバトルエンジェルだけは見ることができました。船内のイベントは数えきれないほどあるので、とても全てを見たり体験することはできませんが、私が参加したイエスノークイズなどは結構楽しめました。参加は抽選でしたが、私たち夫婦は2人とも参加できました。3分間の会話の中でイエスノーやはいいえを言わず、うなずいたり首を振らなければいいのですが、これが結構難しく、こんにちはと言われたらはいこんにちはといきなり秒殺の人もいました。妻は最初の方に選ばれ、要領が分からず10秒で撃沈。私は順調に受け答えしていましたが、秋田は初めてですかの問いにいいえと答えてしまい、2分7秒で終わってしまいましたが、2人とも商品をもらいました。見事3分間耐えた人はシャンパンをゲットしていました。3度目のリベンジという人もいたので、乗船の旅に参加しているようです。ダイニングで知り合った人は卵落とし大会に出場するというので応援に行ってみましたが、出場者の多くはこのゲームを知っていた感じで、事前の準備もすごいものでした。申し込みから大会当日までは6日間あり、単に割れない工夫だけでなく、ニアピンや落下時のランディングの華麗さやデザイン性の優劣もあります。知り合った人はねぶたを見た後アイデアが湧き、100均で絵の具と筆を買い半日で仕上げたそうですが、見事な落下で卵も割れずデザイン賞も射止めていました。これを見て参加しようと思った人もいると思いますが、レベルはかなり高いです。メダルの授与式もありました。こちらが富山の人の作品ですが、飾っておきたくなるようなすごい作品でした。イベントには劇場と厨房見学もこちらは以前に比べ小規模でしたが、普段は見られない場所なので一度はおすすめです。3時のティータイムは終日公開日の時だけなので一度だけ行き、紅茶とケーキを食べましたが、混んでいて入れなかったり逃してしまった人も、ケーキはホラゾンコートにあるものと同じものなのでそちらを利用してください。ティータイムでは女性2人組と1人の女性と同席でしたが、2人組の女性は私たちと同じベストワンクルーズで直前割でした。前回の時は旅行会社でネックホルダーが違うので一目で同じ旅行会社かどうか分かりましたが、今回は話でもしないと分かりません。その日はケーキバイキングもあり、大勢の人が並んでいましたが、とても食べきれないほどの量が用意されていました。私たちも少しと言ってもらいましたが、結構盛られました。こちらは普段のディナーのメニューですが、少し詳しく説明します。この日のダイニングはサボイでしたが、メニューはどこも同じです。最初はパンですが、取らないでいると下げられてしまいます。これはイカフライで前菜になります。定番の人気メニューは日本食とパスタですが、その中からこちらはタコの酢の物になります。メインの中で食べたのは豚の角煮、ストリップロインステーキのグリル、ナスとバスマティライスのパンダブルになります。デザートはラムレーズンのアイスクリームとコーヒー。こちらはスイート&ヘルシーフルーツです。他にもスープやサラダ、パスタなど美味しそうなものはたくさんありますが、これ以上は食べられません。今説明したものは一人で食べたものではなく、二人で食べた分ですが、一人で全て食べることもできます。
次の寄港地の秋田では歓迎セレモニーで太鼓やナマハゲが迎えてくれました。その様子少しご覧ください。下船は8時から整理券の配布があったので7時30分に並んでグループ10になり2番目に呼ばれ下船できました。プリンセスでは秋田駅周辺に行く有料のシャトルバスの説明しかなく、 JR 東日本秋田支社が運行する臨時の秋田港クルーズ列車の話は出ませんでしたが、秋田のホームページで調べると詳しく載っています。ここでもプリンセスのシャトルバスは秋田キャッスルホテルの往復で25ドルでしたが、臨時列車は運賃200円でした。港から秋田港駅までは無料のシャトルバスも出ていますが、混んでいて乗れない場合もあるので大体の人は秋田港駅まで歩いて行ったようです。事前の調べでは10時18分と思っていましたが、9時23分というのもあり1時間早く着けました。外国人の人でしょうか、電車に乗りたい一心で信号を無視して渡っていましたが、事故になるかと思いました。列車を降りたこの人たちは全てクルーズの人たちです。皆さん独自で市内を観光する人だと思います。秋田県には何度か来ていますが、秋田市内は初めてなので今回は駅周辺の見どころを回りました。最初は千秋公園久保田城跡を散策しましたが、とても暑いです。途中道に迷っていた韓国の人でしょうか、公園まで案内しましたが、久保田城があると思っていたらしくがっかりした様子でした。ねぶり館と赤レンガ館は共通観覧料で260円になりますが、クルーズの人は個人で行っても団体扱いで210円になりました。金子住宅はねぶり館に付随していて無料です。ねぶり館では関東のミニチュア版を持つ体験ができ行列ができていました。私も体験しましたが、実物を一人で額や肩に乗せてバランス取るなんてとても人間技とは思えません。昼食は稲庭うどんの店が混んでいたので地内地鶏の親子丼を食べ、稲庭うどんはお土産に買いました。帰りはセリオン展望台100メートルに登りましたが、歩いてきた道とダイヤモンドプリンセスの姿が見えます。道の駅で買い物をして帰りました。本日のショーはマジックショーです。7時15分からのショーを見て、食事は8時20分の予約なので、その前にホライゾンコートでケーキを食べました。夕食のダイニングはサンタフェで、同席は東京在住の娘さんと岡山県に住んでいるお母さんで、何度も乗船しているようです。お母さんの荷物まで持って電車に乗るのは大変なので、東京からは車で来て大桟橋ターミナルの駐車場に停めたが、大変便利で1日1000円、9日停めても9000円だったそうです。私も一度は検討したのですが、往復の高速代を考えると微妙な感じなので電車と SG ムービングにしましたが、次回があれば利用してもいいと思いました。本日のイベントも過密で、7時半から8時半までは夏祭りも行われていました。お面も配られ、仮装したり浴衣を着てゲームを楽しんでいる人もいました。青森の入港は青森港国際クルーズターミナルだと思っていましたが、ねぶた祭りの開催の影響で沖立てとなっていました。港には中学生の吹奏楽部が来てくれ歓迎してくれました。
下船すると青森テレビだったでしょうか。インタビューを受けましたが、放送されたかは分かりません。ここでもダイヤモンドプリンセスのシャトルバスがねぶた会場のそばまで行きますが、往復で20ドルです。ターミナルにあるマフロバ歴史館はこの日は無料開放されていて、バスを待つ間見学しました。イメージキャラクターのねぶたもいました。昼間は三内丸山遺跡に行く予定だったので、当初は青森駅から新青森駅まで奥羽本線で移動して、新青森駅東口からねぶたん号に乗り換える予定でしたが、沖立のマホロバ記念館前がねぶたん号のバス停で助かりました。ねぶたん号は小さめのバスで、そこから乗る人だけで超満員になり、全員が三内丸山遺跡まで行くので途中からは誰も乗れませんでした。料金は1回300円で、1日券が700円なので1日券を購入しましたが、本数も少なく夜の運行もないので、その都度の支払いの方が良かったようです。三内丸山遺跡はテレビの世界遺産で見て一度は来たいと思っていたのですが、ねぶた祭りと一緒に見られてラッキーでした。ゆっくり見れば1日コースもありますが、ボランティアガイドの70分コースに参加して案内してもらいました。帰りもねぶたん号は大ごみでぎゅうぎゅう詰めでしたが、なんとか11時半のバスに乗れたので青森魚菜センターに早く着け、のっけ丼を食べられましたが、もう少し遅れてたらここも大行列でした。のっけ丼は12万円券を2000円で購入して最初にご飯を買います。並盛りは食事券1枚、あとは店内を回りながら好きなものを見つけたらその都度食券で買っていきます。12枚あると結構なボリュームののっけ丼ができます。その後は町中温泉で3時半まで温泉に入り休憩を取りました。疲れも取れて最高です。休憩後はラセランドでねぶたを見学です。参加するねぶたが一堂に並んでいて記念撮影もできます。ねぶたを見るならここがおすすめと言われている場所を数箇所調べておきましたが、その中の柳町の交差点まで行き見学しました。交差点はすでに地元の人たちがシートを敷いていましたが、通行止めになるとその両脇にも人が入り、そこが最高の席になります。交差点なのでねぶたも回転して360度見られます。終了間近から逆回りして全てのねぶたを見られましたが、桟敷席やパイプ椅子の席はすでにガラガラで帰ってしまったようです。後で聞きましたが、パイプ椅子はそこを動けないので自由が利かず案外不便だったようです。船までは多少歩きますが、今日の乗船時間は10時30分なので余裕です。翌日は最終公開日で事実上遊べる最後の日です。朝食はインターナショナルで富山の人と同席でした。この方はベリッシマにも乗ったことがあるそうですが、今回は旅行会社は違いますが、私と同じ直前割引で来たそうです。客室はやはりギリギリまで決まらず、決まった部屋は前方だったそうです。この方は寄港地ではレンタカーを予約して、鹿児島では指宿の砂風呂、青森では十和田湖奥入瀬、恐山まで行ったそうですが、同じトヨタ系列のレンタカー会社でも対応に差があり、鹿児島では下船した時には港に待機していて、帰りはレンタカー会社から送ってもらえたそうですが、青森では
レンタカー会社までタクシー自前で行ったそうで、だいぶサービスが違ったそうです。話は前後しましたが、この方があの卵落としゲームの人です。今回は夏休みで、船内は家族連れでお子さんもたくさんいましたが、船内のモニターでゲームをしている人もいました。上手なので撮らせてもらいましたが、目いっぱい楽しんでいました。このモニターは現在地や船内の検索もでき、メダリオンでログインもできるので、レストランの予約変更もできると思います。大人にはショーやゲームだけでなくカジノもあるので、船内で飽きることはありません。下船当日は5時半に起き、ホライゾンコートで食事をしました。事前に提出していた荷物の受け取り希望時間を8時半から9時半にしていたので、指定場所の集合が8時55分になっていましたが、8時までには部屋を出ないといけないので、集合時間まで1時間近く待つことになってしまいましたが、飲み物の用意はしてありました。下船は予定通りの時間に呼ばれスムーズでした。荷物につけたタグの色で、スーツケースも段ボールもすぐに見つかり、段ボールはカートに積んであったので、そのまま SG ムービングに運び、送り先伝票を確認して完了です。翌日午前中には届いていました。最後に今回の旅行代金をまとめておきますが、クルーズ代金が 64,600 円、政府関係諸税が 14,402 円、チップが 17,476 円で、合計 96,478 円でした。寄港地で昼食は4回取っていますが、8泊9日間で全食事を取る気なら24回以上は食べられ、おやつも食べ放題、ショーやゲーム、イベントもひっきりなしで、乗船して楽しんでいれば自分での移動もなく寄港地に着けるわけですから、とても楽です。次回は交通費や寄港地での出費も含め、今回の旅費の総額をまとめてみたいと思います。同じ客室でも申し込み金額の違いや、寄港地での過ごし方、横浜までの交通手段などの工夫次第で、もう1回分ぐらい差が出るかもしれません。チャンネル登録をして、ぜひ次回もご覧ください。